それでは改めてニュースエブリーでインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはお帰りなさい。 ありがとうございます。どうですか、日本にはいつ帰ってこられたんですか。日本には先週に帰ってきました。あ、そうですか。久々の日本じゃないですか。そうですね、代表期間中帰ってきた、いましたけど、外出れなかったんで、そういう意味では久々にこの日本の街を歩いて結構リラックスしてるというか楽しんでます。日本に帰ってきてまず何食べました。お寿司ですね。あ、そうですか、はい、それはもう決めてたんですか。そうですね、決めてたというか、やっぱ日本といえばお寿司かなっていう感じもありますし、僕自身もお寿司好きなんで、うん、やっぱお寿司食べたいなと思ってたんで普通に食べに行っちゃいました。ちなみに何のお魚食べたんですか、一番最初に。マグロっす。あ、そうですか。マグロが一番好き。一番好きっす。あ、そうですか。ちょっと今度私もご一緒させていただきます。お願いします。ぜひお願いします。ありがとうございます。まあ、さて、帰国という、ね、言葉が、まず最初に私からもこう言わせてもらいました。まあ、ドイツでの、最初のシーズン終えられて、今振り返ってみてどんなシーズンでしたか。そうですね、納得は全く全然言ってはないですけど、ただこうやっぱ自分の中で得れるものはたくさんあったなと思いますし、その結果というよりかはその個人的なメンタル面だったり、そういう意味ではすごくいろんな成長をすることができたのかなと思ってます。うん、具体的にどんなところが成長したなというふうに感じますか。やっぱり初めて海外でプレーして、その日本とは違う環境で、するプレーをするっていうことがどれだけ大変かっていうのを身に染みて感じましたし、でなおかつそこで自分が活躍するっていうのはすごく大変なことだなっていうふうには、思いましたし、ただそれをこうどうやって、乗り越えていくかっていう考える時間もたくさんあったんで、それプラスやっぱ代表っていう舞台を経験させてもらいましたし、そういろんな経験をさせてもらうことで、メンタル的にもすごくタフになったなというふうに思いますし、フィジカル的にもタフになったなというふうに思います。私も何度か川崎で所属されていた時に取材をさせていただいて、何でしょう、ドイツに行く前と比べて体の厚みがこうどんどん厚くなっているなっていう印象を今こうお見かけして思ったんですけれども、そのあたりのこうフィジカル面というのは成長いかがですか。そうですね、やっぱり日本人と違ってやっぱ大きい選手がやっぱドイツは特に多いんで、そこの当たり負けっていうのはすごく自分の中ではしたくないと思うので、そこのフィジカル的な意識っていうのは日本にいる時よりもより強くなったかなと思います。結構筋トレとかも増やしたんですか。そうですね、日本にいる時からも結構やってたんですけど、それ以上にこだわるようにはなりましたし、練習の時から結構バチバチ練習はするので、そこでもう負けないように、やっぱ自信っていうのも大事だと思うので、そういうところはすごく変わったところだなと思います。今回のインタビューにあたって、田中選手がデビューされた時の映像も私こう見てから来たんですけど、本当にこう何でしょう、もう私が言うのもなんですけど大きくなったなっていうね感じがあって、中村健吾さんにヒーローだよっていう方をね、もう無茶振りもされた上でこうああいう映像を見たんですけれども、あの時から比べてそのフィジカルが大きくなったという強くなったというのは、具体的に例えばこうウェイトどれぐらい上げられるようになったとか、数字上で言えることってあったりするんですか。どれだけ上げられるかっていうのはそんなこだわってないんですけど、体重はやっぱりすごく5、6、8、10はいかないですけど8、7ぐらいはすごく増えたなっていうふうに思います。それも1年目から。そうですね、そのプロになった時と今を比べた時に、その体重はすごく増えたなというふうに思います。あ、そうですか。そのあたりの当たり負けしない部分っていうのは手応え感じてますか。そうですね、行った当初と比べた時にやっぱりそこの当たり負けっていうのは自分の中ではすごく強くなったとは全く思ってないですけど、ただやっぱ多少慣れてきたなっていう部分もありますし、負けないようになったなっていうふうには思ってます。なるほど。ドイツと日本のサッカー決定的に違うところってどこだなって感じます。難しいですけど、やっぱスピード感っていうのは、それはやっぱり身体的なものもそうですし、ゲームの流れ的なものもそうですし、それは日本と海外の、ヨーロッパのリーグっていうのは大きく違うかなというふうに思います。ドイツに行って自分のここは成長しているなというか、このドイツで自分のここは通用するなって
ていうふうに感じたところってありますか？まあ、やっぱり技術だったり、頭の部分だったり、まあ、しっかり状況を判断してそれに伴う技術を使ってプレーをするっていうのはすごく、通用するというか、まあ、ヨーロッパに行っても戦えるんだなっていうのは感じてます。それにプラスしてこうフィジカル面が成長していって、ただ田中選手のポジションはこのボールの奪い合いがすごくこう激しいポジションだと思うんですけれども、まあ、そのあたりはこの代表に還元できているなっていう意識はありますか？まあ、そこは特に代表でやるときはやっぱり対日本人ではない選手が多いんで、そういう意味ではその普段ドイツでやってるっていうのは自信を持って戦えるというか、そこに対してすごく、相手が違う国の選手だからっていうのは特に感じずにやれるので、そこはまあすごくいいところかなというふうに思います。守備面での意識っていうのはどうですか？向上しました？いや、変わりましたね。今まで意識してなかったことというか、まあ、そういうものも意識するようになりましたし、まあ、よりその個人の、まあ、ぶつかり合いじゃないですけど1対1に勝つっていうのはすごく意識するようになりました、ね、1対1にもう日本の時と全然違います？違いますね。そこへの要求もすごく、ヨーロッパは強いのかなというふうに思いますし、でなんかそこに勝つことがすごく評価にもつながるので、まあ、そこはやっぱり、自分自身でも意識せざるを得ない状況にいるなというふうに思います。逆に課題はどんなところだなって感じましたか、このシーズンを通して？まあ、でもその守備の部分もそうですし、あとはやっぱ結果、目に見える結果を残すっていうのはやっぱりそれもなんかすごく日本とは全く違うぐらい海外では評価されるなというふうに思うので、まあ、ゴールだったりアシストだったりっていうのはより求めていかなきゃいけないなというふうに思います。守備面での意識はこう向上しつつも、しっかりこう得点につながる部分というのはやはりこうアジャストしていかなければいけない部分が強いんですね。そうですね。その両方をやらなきゃいけないので、自分の中でもこうパワーを使う回数もすごく増えるなというふうに思いますし、攻守両面においてやらなきゃいけないことが増えるので、まあ、そこはでも楽しみながらやれてるのかなというふうに思います。私生活の部分で海外に行って変わったことってありますか？変わったこと、まあ、でも本当にいい意味でサッカーをすごく考えるようになったというか、まあ、日本と違ってなんか友達とご飯に行くとかそういうのもできる環境ではないので、僕はすごく自分と向き合う時間はすごく増えたなというふうに思います。あ、そうですか。オフって何されてるんですか？オフは基本家から出ないですけど。あ、そうなんですか。まあ、それこそヨーロッパでいろんな試合やってるのがオンタイムで見れるんで、基本的にはそれこそ土曜日とか日曜日がオフだともう昼過ぎからずっと違う国というかそのやってる試合を順番に見てたりはしてますね。特にこのチーム見るとかこの国のサッカー見るっていうのはあるんですか？まあ、ドイツももちろん見ますし、プレミアリーグも見ますし、まあ、あとは日本人の選手が出てる試合とか日本人対決が行われてたりしたときはそれの試合見たりとか、まあ、基本的にやってる面白そうなカードは自分で選んで見てます。日本人というとドイツでもねたくさんの選手が、まあ、代表の選手も活躍されてますけど、そのあたりでこうコミュニケーションを取ったり実際にこう会って食事したりっていうリラックスする時間というのはあったりするんですか？そうですね、まあ、デュッセルに近い選手とはご飯行ったりしますし、まあ、試合で対戦するときは喋る機会もあるんでコミュニケーション取ったりはしてます。特にこの選手とよく会うよっていう人います？板倉選手です。あ、そうですか。はい、今回ね同じリーグで戦ってましたからね。僕の家から15分ぐらいで着くんで。え、そんなに近いんですか？そうですもう年もね近い。そうです、年も近くて同じ代表で。そうです、家15分ぐらい着くんで。しかも川崎出身で。そうです。親友じゃないですか？いや、僕から親友とは言えないですけど、まだよくさせてもらってます。あ、そうですか。いや、そういう板倉選手であったり、まあ、他の日本人選手がいるっていうのも海外でこの最初のシーズン過ごす上ではどうでしょう、非常にこう大きいものありましたか？そうですね、すごく大きかったなというふうに思いますし、まあ、自分が知らないことをいろいろ長くいる選手は経験してますし、いろんなことを聞ける
ので助けてくれますし、そこはすごく助けられたなというふうに思います。ドイツ語はどうですか？ドイツ語は喋れないですね。やっぱり難しいですか？ドイツ語難しいです。まあ、多少聞けるようにはなりましたけど、うん、僕は英語ずっと勉強してたんで、うん、ドイツ語も勉強してますけど、基本的には英語でやり取りはしちゃってます。あ、なるほど。ドイツのこの街の雰囲気というのには慣れました？デュッセル雰囲気にはなりましたけど、やっぱ改めて思うのは日本の方が好きだなと思います。そうですか、はい、どんなところがやっぱり日本いいなって思います？いや、もうこれは僕の勝手なあれですけど、はい、やっぱ高層ビル好きだなと思います。その街並みが僕は好きです。デュッセルドルフ、まあ、デュッセルはなかなかこう高層ビルがない街なんですね。そうですね、一軒家というかなんかこう低い家がやっぱ多いんで。なるほど。僕結構高いマンションとかタワーとか好きなんで、そこに住みたいっていうわけじゃないですよ、うん、それを見るのが好きなんで。今いるの結構、いやもう最高っすよ。これもう最高っす。今日一番の笑顔が飛び出してる。これもう最高っすよ、マジで。よかったです、この場所にして。今高いとこ好きって言って周りに出してる。これ最高っす。よかったです。なるほど。自炊とかってされるんですか？自炊はたまにしたりしてますね。食事って基本どうされてるんですか？僕母親がいるときは母親が作ってくれたりしてて、自分しかいないときは普通に自分でも作ったり、あとはまあ誰かと食べに行ったりとかしてましたね。日本食恋しくなったりしません？恋しいっすね。それこそね、お寿司なんかもね、なかなか。そうですね。デュッセルはでも比較的いろんな日本料理屋さんがあるんで。あ、そうなんですか。そこにはそんなに困らない街ではありますね。なるほど。いろいろね、今私生活の部分もお伺いした中で大変恐縮なんですけれども、今回このようなものをご用意いたしました。脳内サッカーパーセンテージはということで、今から田中選手にこちらをお渡ししますので、サッカーの、まあ、オンとオフ、どれぐらいこう何をこう頭の中で考えてらっしゃるのか具体的にお書きいただければなと。はい、テレビっぽいものを用意させていただきました。そうですね。ありがとうございます。ではちょっとお書きいただいてもよろしいですか？フリップをお上げください。お願いします。おお、サッカー 100% どちらも。はい、これはどうしてこう書かれたんですか？僕はまあオンの時はもちろんサッカーしか考えてないんで、はい、サッカー考えてますけど、オフの時も僕は結構考える方なんで、何をしてても頭の片隅にサッカーがいちゃうタイプなんで、常に考えてしまってます。サッカー大好き。サッカー大好きですね。そうですか。練習も相当こうストイックにもう自分の中で追い込むタイプですか？そうですね、自分では全然ストイックだと思ってないですけど、足りないと思ったらやりたくなっちゃうんで、常に足りないと思ってる限りやり続けちゃいますね。なるほど。サッカー 100% の上にこう線が引かれているということは、ちょっと何か考えてたかな自分って思った節がね見受けられますけど、それでもやっぱり 100%。 そうです、なかったです。あ、そうですか。考えたんですけどなかったです。いや、それだけサッカーに打ち込んでいる、まあ、そういった環境が今のドイツにはあるっていうのが言えますよね。そうですね、常になんか何をやってても考えてしまうので、まあ、たまに考えたくなくなるぐらい嫌になる時もありますけど、でも考えちゃうんで、まあ、常に考えちゃうなというふうには思ってます、自分で。ちなみにそのサッカーをこう考えたくなくなるような、そんな嫌な時っていうのはどんな時ですか？まあ、やっぱりうまくいかない時は、まあ、やっぱりサッカーをが楽しくできなくなったりとかする時もやっぱあるんで、そういう時はやっぱすごく考えても答えが出ないのは分かってるんですけど、それでもなんか考えちゃったりして、そういう時はやっぱ考えたくないなって心の底から思いますし、リフレッシュしたいなとは思うんですけど、でもやっぱり考えちゃうっていう、まあたまになんか忘れたくなるぐらいリフレッシュしたいなとは思うんですけど、僕はなんかちょっとそういうのができないタイプなんで常に考えちゃってます。なるほど。
サッカー取り憑かれてるわけですね。取り憑かれちゃってますそうですか、ありがとうございます。じゃあそのフリップ、あのスタッフの方にお渡してくださいすみありがとうございます。まあ、今本当にこういろいろね、まあ、リフレッシュという言葉もありましたけれども、サッカーのことを考えたくなくなるっていう、まあ、そういった正直こうくじけそうになる部分もあるという話ありましたが、まあ、そんなくじけそうになった時にこう思い出される言葉とか、これまでこう勇気づけられた言葉っていうのは何かあるんでしょうか。そうですね、あの野村克也さんの本で、僕結構本読むの好きなんですけど、1年目に種をまき、2年目に水をやり、3年目に花を咲かせましょうっていう言葉があって、まあ、それはすごく自分の中では大事にしているというか、うん、常に心の中に留めておいてはいますね今。それはどうしてその言葉がこう印象に残ったんでしょう。僕はずっとこうなんだろう、注目されてたわけでもないですし、すごくいい上手い選手でも ないので、あのそういう意味ではその常にスタートがこう人より後ろからスタートする人生だったんで、そういう意味ではこう常にこう何かを追いかけなきゃいけないんですけど、ただこう何かをやってもすぐに結果が出ないのは分かってて、でそれでこの言葉に出た時に、まあ、その我慢してやり、我慢というか、まあ、本当にやり続けることがすごく大事なんだなっていうのを学ばせてもらって、でそれをまあどこまでこうなんだろう、自分と向き合って続けれるかがすごく大事なんだなっていうのをすごく感じたんで、まあ、それがまあ、まあ、1年目2年目3年目って、まあ、3年にはなってますけど、まあ、それぐらいの覚悟を持ってやらなきゃいけないなというふうには心の中で思ってます。この言葉をきっかけにこう具体的にもうやり続けたこととかって何かありますか。まあ、何か特別なことっていうのは自分の中ではないですけど、はい、まあ、ただこう本当に常にサッカーに向き合い続けてやってきたなっていうのは、まあ、今までの人生を振り返ってもそこは後悔はないですし、もちろん試合でこうしたいとかそういうのはありますけど、ただこうサッカーに向き合う姿勢だったり、自分の考えっていうのは、今も昔もこれからも変わらないのかなというふうに思います。まあ、そんな中で、まあ、いよいよワールドカップが近づいてきましたけれども、ワールドカップ出場が決まって、まあ、およそ2ヶ月経ちますけれども、どうでしょう、心境の変化というのは何かありますか、ワールドカップに向けて。まあ、でもまだもちろん出れることを決めたのはすごく嬉しいなと思いますけど、やっぱり出るのが決まってるわけじゃないので、個人的にそういう意味ではまだまだそんなに実感は湧かないなというふうには思いますし、まあ、その僕自身も初めてなんで、なんかこうすごくどんな大会なんだろうっていう気持ちが、もちろんすごいのは分かってますし、緊張するだろうなっていうのは分かってますけど、すごくまだそんなに実感は湧かないですね。ワールドカップの組み合わせ、どこで誰とご覧になりました。いや、もう部屋で一人で、映像では見れなかったんですけど、速報でもう常に更新ボタンを押しながら見てたんですけど、第2ポットで、まあ、ドイツ、スペイン入ってて、まあ、ここ入ったら嫌だなっていうふうには思ってましたけど、まあ、そこ入りそうだなっていう感覚もあったんですけど、入っちゃったなっていう感覚でした、最初。そのスペインとは、まあ、世代別ではありますが、東京オリンピック前に試合を行って、まあ、そして、まあ、東京オリンピックでも戦って、さらにドイツは、まあ、今、ご自身がシーズンを通してこうプレーをされていれば、本当にこうゆかりのある強豪国との対戦になりますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、すごく楽しみだなというふうには思いますし、そんな強い国とワールドカップの舞台で戦えるというのはなかなかない経験ではあると思うので、本当に勝ちたいと心の底から思っていますし、全力を出して勝ちたいなというふうに思っています。メンバー選考に向けてはどうですか。まあ、そこは本当にもう自分自身が成長し続けることが大事だと思うので、まあ、代表戦でもそうですし、チームでもしっかりと結果を残すというか、自分自身の価値を毎試合毎試合示し続けることがすごく重要だと思うので、まあ、そこは本当に常に自分にフォーカスしながらやればいいかなと思います。まあ、その自分の価値を示す絶好の場が今度国立で行われます。相手はブラジルです。この対戦カードはどうですか。いや、もうすごく一番いいカードというか、その個人的にはすごくやりたい国ではあるので、まあ、本当に小さい頃から見てきた国ですし、すごく楽しみであります。特にこの選手注目だなっていう、この選手には負けたくないなっていう選手います、ブラジルで。まあ、同じポジションの選手、まあ、それこそファビーニョとか、まあ、カゼミオには負けたくないなとは思いますし、まあ、あとはネイマールをと試合できるんで、まあ、そこはポジションはちょっと違いますけど、まあ、すごく楽しみだなというふうに思います。
でもブラジルと戦っていいイメージあるんじゃないですか。はい、いや、いいイメージがあるというか、まあ勝った経験はあるので、うん、別にそれが何か自分の力になんかこう左右されるとは思わないですけど、ただそのそういう意味では勝てるチャンスは あるなというふうに心の底では思ってるんで、勝ちたいなと本当に思ってます。あのドイツで磨いたその縦への意識、スピードっていうのはもうそれこそゴールに直結する動きっていうのは田中選手もこう自分でも求めてると思いますが、そのあたりどう発揮したいですか、ブラジル戦で。まあ、でも本当に自分自身が試合に出てそこでゴールを決めるっていうのは常に思い続けてることなんで、まあ、そのブラジル戦そのアンダーでやった時も2点決めることができましたし、うん、そういう意味で相手に関係なく決めるチャンスはあると思うので、そこに自分自身が絡んでいければいいのかなというふうに思います。まあ、最後になりますけれども、まあ、このブラジル戦も含めてメンバー選考、本当に熾烈な争いが待っています。田中選手ご自身もそれは感じてらっしゃると思いますけれども、そこに向けて、そしてさらにはブラジル戦に向けての意気込みをお願いいたします。まあ、やっぱりもうワールドカップは時間ないですし、そういう意味では本当に個人としてもそうですし、チームとしてもすごく、成長しなきゃいけない時期でありますし、まあ、僕個人としてはやっぱりそこに生き残るために結果を残さなきゃいけないと思ってますし、まあ、今まで最終戦は出てはきましたけど、ただもうそれはもう全く関係ないものだと思うので、もう一回、自分自身の立ち位置も分かってますし、それをしっかりとひっくり返せるように結果を残せるように頑張れればいいかなというふうに思います。ワールドカップ出たいですよね。出たいですね。出たいです。改めてワールドカップって田中選手にとってどんな舞台ですか。まあ、夢ですね。本当にそれというかワールドカップ出たいと思ってサッカーを始めましたし、まあ、本当に全てのサッカーをやってる選手が目指す舞台であると思うので、まあ、そこに国を代表して出れるチャンスが初めて今そのなんだろうあるとは思うので、まあ、それをつかみたいなというふうに心の中では思っています。わかりました。私も引き続き全力で応援させていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。